今日は僕のカバンの中身を紹介します。すみません、じゃあ本日ちょっとよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあちょっと簡単に自己紹介の方お願いしてもよろしいでしょうか。はい、斉藤龍生と申します。はい、現在28歳で、プロサッカー選手をしながら、はい、株式会社リアング J という、化粧品会社を経営しています。サッカー選手されながらこう会社設立ってなんかこうどういう経緯で始められたのかなっていう。そうですね、まあ、最近はサッカー選手しながら結構経営される方が増えてきていて、まあ、主にアパレルとかが多いんですけど、はい、まあ、僕もともと肌が汚かったので、はいはいはい、まあ、アスリートでもそういう肌悩みを抱えている人が多かったので、アスリートに特化した化粧品を作りました。でも絶対同じような悩みを持たれている方多いですよね。そうですね、やっぱり紫外線を浴びるスポーツなので、紫外線って結構肌に影響があるので、そこをアプローチしている化粧品を作ってます。ありがとうございます。でしたら一応最初にカバンの中にご紹介していただくんですけど、まあ、こうサッカー選手もされながら会社もされてて、絶対こう辛い時期とかこう苦労したこととか絶対あるかなとは思うので、はい、そういうところもちょっと後でインタビューできたらなと思いますので、本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあカバンの中身を紹介していきます。お願いします。じゃあちょっとカバン自体のご紹介をお願いしていいですか。はい、カバンはバレンシアガというブランドの、はい、まあ、リュックサックですね。これは5年前ぐらいに購入したものです。でもなんかあんまり見ない感じですよね、この色とかも。そうですね、その当時いたチームでめっちゃバレンシアガのカバンが流行っていて、はい、で結構みんな黒が多かったんで、僕はちょっと違う色を選んでこれにしました。ちょっと被らないように、はい、物を選ぶときって人と違う定番を1個外したみたいなとかで選ばれることって多いですか。そうですね、結構色とかで外したりしますね。じゃあちょっとここから中身もこうちょっと変わり種のものが出てきたりとか、はい、ちょっと楽しみにします。はい、はい、ありがとうございます。お願いします。まずは、財布から。これはエルメスのシルクインっていう財布なんですけど、はい、まあ、外は革なんですけど中がシルクのスカーフを使ったやつで、まあ、この組み合わせっていうのが世界に一つしかなくて。あ、そうなんですか。はい、当時銀座の本店へ20回ぐらい通って、はい、やっと巡り合えたような財布ですね。じゃあこの側の色はこう、はい、同じやつがあっても、はい、中のそのスカーフの色がこう狙ってたものがないっていう状態が続くってことですか。そうです。同じチームメイトでお世話になってた先輩に勧められたもので、はい、その先輩と20回一緒に通いました。あ、ちゃんと一緒に帰ってくれた。はい、ついてきてくれました。次はメガネを紹介させてもらいます。はい、これはモンクレーのメガネで、結構珍しがられるんですけど、僕が ロンハーマンっていうブランドがめちゃくちゃ好きで、はい、ロンハーマンとモンクレーがコラボしたメガネで、まあ、なかなか持ってらっしゃる方は少ないですね。いや、でも聞かないですね、モンクレーのメガネ。そうですね、まだ出会ったことないですね、友達で。いや、そうですね、僕もあんまり見たことないなっていう、はいはい。それはいつ頃から使われてるんですか。これも5年前ですね。はい、あ、でも結構物持ちいいですね。そうですね、まあ、あんまり使わないというか、ああ、まあ、アクセサリーみたいな感じで使うことが多いですね。次は香水を紹介させてもらいます。はい、リプティックっていうブランドで、はい、まあ、ずっともう5年ぐらいずっとこの匂いで使ってますね。リプティックでも聞いたことないですね。そうですね、まあ、あんまりこれも被らないんですけど、まあ、ルクアとかに置いてて、最近は結構人気が出てきてる商品ですね。香水はもう基本その1個だけを使われてるって感じですか。結構こうプレゼントとかされたりして、まあ、10種類ぐらいあるんで、まあ、その日の気分で変えたりはしてますけど、カバンの中には絶対これは入ってます。
次はサプリを紹介させてもらいます、はい、これはもう主に、美容のサプリで、はい、まあ、ビタミン C、ビタミン B、ビタミン E とかっていう、まあ、お肌にサプリを、朝昼晩飲んでます。なんかサプリというか薬ですよね。そうですねもう多分7種類ぐらいありますね。あ、それをもう朝昼晩飲まれてるんですか。はい、そうです。やっぱりこれってもう飲んでるのと飲んでないのじゃもう全然違うんですか。はい、そうですね、やっぱりなんぼ肌をケアしても目からとかも紫外線が入ってきたりするので、中からやっぱり改善していかないと肌質っていうのは改善されないですね。なんかこれだけは飲んどけみたいなとかってあるんですか。逆にやっぱりビタミン C が必要ですかね、お肌には。はい、もうそれだけはもう最低でも絶対飲んどけって、ね、はい、これ も, もう昔から飲まれてるんですか。これは、会社を経営してからなんで1年ぐらいですね。はい、逆にじゃあ1年ぐらいでこう、はい、肌質がもうめちゃめちゃ変わったっていう。そうですね、もう毎日飲み続けてたら、もうニキビとかもほとんどできなくなりましたね。あ、そうなんですね。はい、次は僕が今勉強中の本をご紹介させてもらいます。はい、これは美容成分のキャラ図鑑なんですけど、はい、非常に分かりやすいようにキャラ設定を一つずつの成分につけてて、うんうん、めちゃめちゃ可愛いですね。そうですね僕がこれちょっと読んでたら気持ち悪いですけどねいやもうそのカバンからこれ出てくると思わなくて、はい、そういう勉強とかももう結構欠かさずされててっていう。そうですね、検定とかが近々ありまして、はい、それに向けて今勉強中ですね。次は、はい、ボールペンを紹介させてもらいます。はい、あ、もう箱ごと。そうですね、買った時のまま持ってきてますいいこれは、会社を経営した時に奥さんからプレゼントとしていただいて、でこのボールペンのなんか言葉がついてるんですけど、はい、挑戦っていう言葉がついてて、まあ、サッカー選手と会社系両方頑張れよっていうことでプレゼントしていただきました。めちゃめちゃいい奥さんですね。そうですねボールペンどこのやつなんですか。これデュポンっていうフランスのメーカーのものですね。やっぱりいいボールペンやったら違いますか、普通のやつとは。そうですね、やっぱりお客様に契約書とか書いてもらうときに、うん、いいボールペンだと向こうも信頼度が上がるかなと思って使わせてもらってますね。次は名刺入れを紹介させてもらいます。はい、メゾンタクヤっていう革のメーカーで、はい、雑誌のレオンとかによく載ってるブランドです。はい、これは僕一回サッカーを引退したことがありまして、はい、その時に、サラリーマンをした時にこれを買いました。あ、一回じゃあサラリーマンの経験とかもされてるんですね。そうですね、3ヶ月間だけです。お、どうでした、やっぱりサッカーからのこのサラリーマンと全然違うというかそうですね、一番はやっぱり時間の拘束がすごかったですね。サッカー選手の方となんか1日 の, その時間の使い方とかってどんな感じなんですか。基本的に練習が朝だけなんで、はい、9時11時で、まあ、12時には完全終わってるって感じで、はい、まあ、昼からはもう自由な時間ですね。あ、そうなんですね。はい、あ、じゃあもうほんまにこの拘束自体はめちゃくちゃ少ないんですね。そうですね、あ、昼からまあ筋トレしたり、まあ、プールでトレーニングしたりとかしてる選手もいましたね。そういうスポーツ選手の1日とかも全く聞くことってないんで、はい、そんな感じなんだ次はパソコンを紹介します。はい、これはまあ会社を始めた時に、はい、とりあえずなんかいるなと思って、はい、かっこいいものを選びました。いまだにまあ使いこなせてないんですけど売上の管理とか、うん、お客さんの情報とかを入力してますね。うん、こうパソコン入ってるなと思った時に、はい、もう聞いてもないんですけど、はい、もう絶対 Mac やなって勝手に決めつけててでもやっぱり Mac やったっていう。そうですねじゃあ、ちょっとこの後、はい、もうすぐサウナの準備とかできるんですけど、はい、そこでこう
いろんな今までの、まあ、こうサッカー選手やってる間の、まあ、出来事だったりとか、まあ、会社経営されてからの出来事だったりとか、ちょっといろいろインタビューさせていただけたらなと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。失礼いたします。ではサウナをご案内いたします。はい、じゃあどうぞ。お願いします。どうぞ。足元サウナどうですか？いや、初めて個室のサウナに来たんですけど、はい、めっちゃくつろげて最高ですね。よかったです。ありがとうございます。はい、まあ、ちょっと今、サッカー選手としても活動しながら会社経営もされてるっていうところで、うん、こう辛かった時期とかちょっとあるかなと思うんですけど、はい、なんかその辺のお話とかお伺いしてもいいですか？サッカーの方で言うと、まあ、プロになってから、はい、3年間が1試合も出れないっていう非常に苦しい3年間を過ごしていて、まあそれまでは中学校からはずっと世代別の代表とかに選ばれてて、結構まあ天狗になっていた時にそのプロでへし折られたっていう感じですね。 J2 の京都サンガで最初プロをやらせてもらってました。そこから今に至るまでってどんな感じだったんですか？4年間、京都サンガでプレーして、はい、でその後茨城県にある水戸ホーリーホックっていう、それも J2 なんですけど、はい、まあ、そっちに移籍して、でそこで、初めて戦力外通告を受けた後に、はい、カテゴリーを一つ落として J3 の、はい、藤枝玉 FC っていうところで、はい、プレーをしてたんですけど、はい、まあそのカテゴリーを落とした時に、はい、今年1年間圧倒的な結果を残したらそのまま続けようっていう風に決めて臨んだんですけど、うん、まあ、自分が思い描いていた結果を得られなかったので、はい、そこで一度引退を決意して、はい、3ヶ月間ですけどサラリーマンをやってました、うん、3ヶ月した時に今の FC 大阪さんっていうチームからもう一度サッカーやらへんかっていう話をいただいて現役復帰した感じですね、はい、うん、J2 から、はい、その一回こう落とされてる時があるわけじゃないですか、はい、この時って正直この収入的な面とかって大丈夫やったんですか？まあ生活できるぐらいはあったんですけど、やっぱり半分ぐらいには減ってしまった感じですね。まあ、サラリーマンと比べたら、まあもらえてる方やと思います。あ、はい、そこから一個落ちて、はい、の時がもう結構そこ半分ぐらいになるっていう感じですか？そうですね。あ、実際こう戦力外通告を受けたりとかでこう、まあ、一度は辞めてサラリーマンになられたりと か結構辛い経験もされてるかなと思うんですけど、頑張っていこうってなったそのなんか転機みたいなところってありますか？これがきっかけですごい変わっていったっていうところは。そうですね、まあ、会社の経営が始まった経緯が、まあ、3人で会社をしてるんですけど、はい、地元の友人で、で、まあ、3人でずっと何かやりたいなっていう話をしてたんですけど、まあ、なかなか誰も行動に移さず、で一人の子が僕に対してお前口だけやなっていうのを言ってきて、それで火がついて会社経営をするに当たりましたね。あ、そうなんですか。はい、その何気ない一言で、はい、もういいように動き出したっていう。そうですね、言った本人は覚えてないみたいなんですけど僕の心にはぐさっと刺さってです。初めてですね、クリームは。もうサウナの後のこのヘッドスパナも最高なんで、はい、ちょっと皆さんほったらかしてたら10分ぐらいで寝ちゃうんで。あ、そうなんですか。寝ないうちにインタビューしておきますね。はい、お願いしますなんかちょっとプライベートのこととかもお伺いしたいなと思うんですけど、はい、なんかお休みの日とかって何されてるんですか？最近はまあ子供
と遊んだりすることが増えましたね。うん、まあ一人の時は結構カフェが好きなんで、あ、そうなんですね。カフェ巡りとかしたりしてますね。じゃ意外ですね。ほんまですか。まあまあ確かによく言われます。結構意外に趣味かわいい。そうですね。アスリートの方とかもこう美味しいお店とかいっぱい知ってそうやなっていうこの勝手な。はい。なんかおすすめのご飯屋さんとかありますか。まあ、よく行く焼き鳥屋さんが心斎橋の川口っていう、はい、あとこですね。川口は美味しいっすよね。はい、知ってますか。ここはちょこちょこ、うん、お疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあ、最後に皆さんお伺いしてるんですけど、あなたにとってかっこいいことは。自分自身を信じられる男ですかね。ありがとうございます。ありがとうございました。